見せているんですけど、ちょっと机の上もまだ片付いてない。ちょっと一回水飲みます。えん、部屋が片付かないよ。こんにちは。こんにちは。お顔は整ってる。本当ですか？こんにちは。やばい。あのさ、部屋のさ、模様替えとか大掃除するときってさ、一旦場所変えるために物出すから一番とっちらかるタイミングあるじゃないですか。今ね、そこでね、配信時間が来ちゃったんだよね。見誤った時間を。終わってるはずだったんだけどな。今日もう5時間ぐらい部屋の掃除してんだけど、無理すぎ。こんにちは。なぜ今部屋掃除？いや、常々やりたいと思っていてずっとサボってたんですよ。それをさすがに始めたということでね。どうしよう。とりあえず髪の毛直そうかな。寝起きのまんまなんです、髪の毛。ちょっと待って、どうしよう。今この状態無理すぎる。汚すぎ部屋。絶望の部屋が完成してるよ。どうしよっかな。どうしよっかなーってくらいすごいことになってるよ。よいしょ。とんでもない。こんにちは。ちょっとさ、赤切れが片付かなかったっていうか、片付く前に配信時間が来ちゃったっていうのが正直なところ。正直なところまでそんな感じ。めちゃくちゃ進んだんだけど、あと1時間あったら片付いてたんだけどねっていう。今そこだよね、完全に状況が。よいしょ。明日受験で無理すぎる。明日受験？確かに2月のこの時期って受験だよね。うわー、私も高校受験ですけど、大学受験はちょっと受けてないんであれですけど、高校受験は受けたので非常に気持ちがわかる。いやでも大丈夫、絶対大丈夫だよ。今までの頑張りがあるんだから。今まで培ってきたものがあるから絶対に大丈夫。なんか高校受験しか受けてない人間の言葉の説得力のなさ、とんでもないけど。何受験を受けるのか分かんないんだけどさ。こんにちは。こんにちは。とりあえず髪の毛直すわ。あー疲れた。いや今日ね、人とご飯に行く予定があるんですよ、夜。だからそれまでに絶対に部屋の掃除を終わらせたかったの。どうしようこれって感じ。絶対今日夜帰ってきてさ、家の様子見て絶望する気しかしない。あ、高校受験を受けるのね。あ、絶対に大丈夫だよマジで。私は高校受験結構大失敗したけど、なんとかなったから、やっぱ強い気持ちがあれば
絶対に大丈夫だと思うからマジで頑張ってほしい。こんにちは。そう、私は英語の面接5問ぐらいなんか言われて3問ぐらい I don't know って答えてるから、絶対に一番やらかしてる女ここにいるから大丈夫だよ。先にカラー入れてないんだけど傷んで色が抜けてきて、なんか茶黒から茶色のグラデーションみたいになってるんだけど、今ちょうどこう夕日がさいい感じに当たってて光がすごい強いからめちゃくちゃその色抜けてんのが丸分かりっていう状態だね。勝手に色抜けました。許可なく色抜けんのやめてほしいよね。マジで色抜けたな。でもこの辺の髪の毛まだショートだった時になんかオレンジとかそう赤とか入れてたから色抜けやすいんだよね。こんにちは。え、絶対受かるから絶対に大丈夫だよ。あの気持ちで負けたらダメだよ。私面接で I don't know って答えたけど絶対に受かってやるって気持ちだけで受かったから、あの理数は頑張ったんですけど筆記は頑張ったんですけど、そうそうそう応援してるから、なんか不安になったら私の顔面でも思い出して、あーなんかさやりん応援してくれてたなっていう気持ちで乗り切ろう。ね、毛先めっちゃ茶色いよね。ごめん、二つの話を同時進行しててごめんいつものことか。じゃあ待って、あと部屋の片付け、あと何が大事なんだろうな。日本語の面接はマジで気持ちでいけるよ。気持ちでいける。なんか私は結構面接得意なんだけど、もう相手は敵じゃないから、相手はその生徒を受験生を落とそうとして面接してるわけじゃなくて受からせてあげようと思って面接してくれてるからっていうマインドでいくとね結構気が楽です。敵じゃない、むしろこれから仲間になる人だから。自信持っていこう。面接こそマジ自信ゲーな気がする。どう、みんなみんなの受験の思い出とかある？さやはその普通の面接もあったんだけど、それはマジであの自信満々だった。こんにちは。よいしょ、こんにちは。遠い昔すぎて大人な人が多いですからね私の配信結構。あ、でもなんか幅広い気がするな、さやの配信。大学生ですみたいな人も全然いるからな、割と幅広い気がする。こんにちは。今日はなんか変な二重。こんにちは。待って、あと部屋の片付け何を終わらせたらいいかを考えながら配信しよう。配信終わってパパパって部屋の片付けを完成させて私は部屋を出たい。トメさんギフトありがとうございます。まず待って片付いてるかも。この段ボール捨ててこのスカートをクローゼットに入れてパソコンどこにしまおうかな。机を片付けてそこにパソコンを置けばいいんだ。あと大量に出たゴミを捨てに行けばいいから。お？
30分くらいで片付くんじゃないか。遊びに来たよ。さえちゃん気になってたから来てよかった。あ、嬉しい。イエーイ。どんどん気になっちゃってください。そう、レイアウト変更した。模様替え、模様替え、ずっと模様替えしたいなって思ってて模様替えしてみた。布団の位置を移動させて、それに伴って普段の机の位置も変えたので今日は画角が違います。今日からこの画角になると思います。そしてでもテレビ台とかは変えてないから、あと空気清浄機の場所変えた。空気清浄機が枕元だったんだけど、枕元って結構部屋の奥だったから、空気清浄機ってさ、やっぱ入り口とかさ、人がよく通る場所、自分が一番通る場所がやっぱ埃立つから、そこに移動したくて、それも移動しました。さえちゃん可愛すぎるので受験頑張れそう。嬉しい。私を心のお守りに、イテラピー、こんにちは。受験日花粉でティッシュ不足でボロボロだった。花粉症大変だね。なんかティッシュは持ち込んでいいみたいなのありますよね、受験ね。いやー、でも集中力切れるよね。いくらティッシュがあったとしてもさ、鼻かんでる時間絶対さ、その花粉症じゃない人よりは無駄な時間じゃん。あー、それつらいね。花粉症はなんかその年の花粉症が発症する前になんかアレグラとかを飲み始めると比較的いいって聞きますよ。でも花粉症の症状が出てきたらちょっと遅いみたいな、もう先手必勝みたいな話を聞いております。ちょっとわかんない、私は花粉症の症状がないのでわかんないんですけど、こんにちは。でも私はハウスダストアレルギーがあるから、外より家の中の方がやばかった。家の中はでも自分はさ綺麗にしてるからいいんだけど、ホテルとかがやばいよね。やっぱこの話何回もしてんだけど、ちょっと古めのホテルとか行くとやっぱこの蓄積されたホコリが至る所にいて、人間が動くとさホコリって舞うじゃん。まあ喉イガイガするよねみたいな。花粉のアレルギーがないだけで他のアレルギーは別にあるっていう感じで生活させてもらってます。こんにちは。やばい、めっちゃお腹空いてきた。お腹空いたね、非常に。こんにちは。でも今日この状態で家帰ってきたらマジで泣えるから、本当に片付けてから行こう。旅館の和室とかやばそう。確かに最近旅館泊まってないけどやばいかもね。だからさ、ホテルだとさもう絶対にマスクして寝るんだよね、その外泊するときって。死んでしまうから、鼻もムズムズするし、喉もイガイガするし、目もしょぼしょぼするしみたいな。こんにちは。まあそんなひどいところはあんまないんだけどね。昨晩はあ、スーパーによって結局帰りまして、なんか小籠包が安くなってたんで、お惣菜コーナーの小籠包を買ってきて、それをレンジで温めて食べました。まあ、あとタケノコの土佐煮も買ったんだけど食べましたよ。全然お腹空きすぎて無理だった。あ、わかった、待って、今お腹空いたけどこの後ご飯行くから食べないとこうと思ったけど、プロテイン飲むわ。タンパク質ちょっと不足してるからプロテイン飲むよ。飲み物ならないすぐ胃から消えて
夜ご飯食べれるからよし。プロテイン、やばい、適当に喋ってるだけでもう15分経っちゃった。時の流れ早すぎ。今日なんか私テンション高くない？ザバスのさ、このパックのやつさ、バナナが一番好き。でも本当は飲むヨーグルトタイプが一番好きザバスの。でもそっちの方が高いからいつもこっち飲んでる。ね、待って、さやのアイコンに変えてくれてんの優しい。仕事が早いね。小籠包はそう、さやの好きな食べ物ランキングトップ10に常に君臨する食べ物やから、めっちゃ幸せだった。ココアさ、なんかさ、ココアのプロテインちょっとだけさ、あのココアを求めて飲むとさ、水っぽいなって思わん？まあココア風味なだけでココアじゃないから当たり前なんだけど、かね、バナナの方がね、私はね、好き。個人の限界です。みんなアーシャと顔違いすぎるのいつもつぼってる。え、なんかさ、アーシャってさ、アーシャっていうか壁シャ漏れなすぎじゃない？私いつも壁シャなんか漏れないんだよね。じゃあ別にショールーム何にも加工を入れてないのね。あのフィルターだけちょっとかけてるけど、部屋が暗かったりするから、これちょっと明るくなるフィルターをかけてるけどさ、その顔のパーツいじる系の、あの加工はさ、普段のツイッターにあげたり SNS にあげる自撮りも加工を入れてないし、そう、ショールームも加工してないのね。だから多分割とこう元の状態に近い状態でこうお届けしているはずなんだけど、壁車と顔違うよね。めっちゃ思うわ。しけさんこんにちは。漏れなささ半端ない。まあ髪短いしね、今の壁車私。そう。で今日はなんでテンション高いのかさえも分からん。なんかなんなら今日午前中はめっちゃなんか落ち込んでたっていうか、気分が落ちてたの。今日なんかあかんなみたいな、部屋掃除してる時もいや今日メンタルやばい日だと思ってたんだけど、なんかショールーム始めたらすげえ元気になったから、もう私の元気の源説ある、ショールームをすることが。こんにちは。そう、私無加工人間です。なんか加工した自分の顔怖くて苦手なんだ。あ、誕生日一日違いだって、やば、運命だね。明日は警報級の大雪になるみたい。え、なんか電車調べてて今日したら、なんか JR の案内みたいなやつで、なんか明日はなんか大雪の警報が出てるから運休とかになる可能性ありますみたいな警告出てて、あ、そんなに、そんなにやばい雪になるんだみたいな明日。まあその東京の、東京は本当にね5センチとか積もると大惨事だからさ、まあ、そのぐらいだとは思うんだけど、降ったとて。でも東京で5センチってやばいよね。明日絶対家から出ないとこって思ってるもん。予定ないから絶対に家から出ない。待って、明日家から出ないんだったらさ、明日部屋の掃除すればよかったくない？今日さ割と予定あってさ、そのデッドラインが決まってるわけよ、夜の。まあ今だからその準備をしてんだけど、明日だ、よかったくない？気づいてしまったよね。でもなんかそのメンバーの家に遊びに行くと、あの片付けなきゃって気持ちになったんだよね。
確かにデッドラインがある方がここまでに絶対終わらせなきゃっていうやる気にはつながる。デッドラインがないとね、夜中までやっちゃったりするからね、私のことだと。そう、マジで今日1ミリもサボらず5時間ぐらいずっとやってたの。いつもだったらなんかさ、懐かしいの出てきたりしたらちょっと座って見ちゃうとかさあるんだけど、マジ今日そういうの一切なかった。ポンポコポンポコ、なんかあーもうこれ使わない、あーこれは使わないって全部ゴミに入れて、そう、まあ、思い出の品は取ってあるんだけど別に全然。そう、うん、なんかもう使い古してみたいなやつとかは捨てました。よいしょと。地下鉄さ、雪に強いけどさ、雪に強いがゆえにさ、その乗れなくなった人たちがみんな地下鉄に流れ込むからさ、すごい混雑するよね。動いてはいるけど人すごいみたいな。動いてるからこそか。塾行ってらっしゃい、受験応援してるからね。また落ち着いたら見に来てくれよな。明日めっちゃ寒い、昼まで3度。行かれてるね。週末の中によく部屋の掃除します。なんかさ、それこそテスト前のさ、一番勉強しなきゃいけない時とかに急に部屋の模様替えしたくなったりするよね。あれ何なんだろうね。あ、やばい、いっぱい散らかってんの見えたちょっとでも角度変えると今散らかってる場所が見えるからね、ダメなのよ、許されない、そんなことは。ケンさんフォローしました、ありがとう。 Of course、 そう、もう英語脳になってる。ご飯食べた後、あら夕飯早いのね。明日健康診断なの？あれか、え、わかんない、健康診断は別にいいのか。人間ドックとかだってなんか前日の何時から何も食べないでくださいみたいなやつあるよね。健康診断もあるんかな。大事だね健康診断やっぱ。次の日カチカチに凍ったアスファルトが怖い。寒い日の次の日の朝の道路めっちゃ怖いよね。こんにちは、ランちゃんの生誕出るんだね。土曜日ですよね、今週のね、の夜公演。そうなんです、僕の太陽公演土曜日に公演なんですけど、その夜公演からランちゃんの生誕ということで、最近ちょっとずつ喋れるようになって来たような気がしなくもないぐらいの感じです。仲良くなりたいと思います、これを機に。なんかゆなちゃんがめっちゃランちゃんと仲良くて、ちょっと仲介してもらおうって思ってる。ふう、あーすごいすごい怖い音鳴ってる。そんな感じ。もうすぐ髪の毛出来上がります。あ、健康診断も食べちゃいけないよみたいなやつあるんだ。それは大変。なんかご飯美味しいも美味しいけど、ちょっと健康的なものを夜9時までに食べよう。よいしょ、よっと。髪サラサラでしょ最近、めちゃくちゃ気使ってんの髪の毛に。じゃあもうすぐエクステつけるからさ、サラサラにしとこうと思って。エクステするとね、多少痛むから、今のうちにめちゃくちゃケアしてます。すごくない？さっきあんなにうねうねだったのにこんなにストレートになるの。そしてさやは iPad をどこに、いやさっき iPad で YouTube 見てたから絶対この辺にある。あそこに置いてた、テレビ台まで置いてました。すいすいすい、
ポス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 ポポポ。四号は、四号はお疲れつけるエクステ黒黒全然髪の毛あの黒ロングにしようと思ってます。だからここ染めてもらって黒に染めてもらってなじませないとめっちゃ今茶色いからやばい。あと日が落ちてきて部屋暗くなってきちゃった。電気つけようかな。明日ってさ部屋の暖房つけないと寒いかな。そのぐらい寒くなる日かな。最近エアコン切ってんだよねずっと。やだやだまた電気代がかかるぞ。嫌になっちゃうね。コンセント抜きます。よいしょ。やばい充電器さすとは勝手にあっち向こうとする。あ、OK、あーすごい散らかってるとこ見えちゃう。一旦ここに荷物置いたから今すごい机散らかってる。いつもの3倍ぐらい机、常に私机散らからせるプロなのにいつもの3倍ぐらい散らかってるからとんでもなく散らかってんだから今ダメだよ見せたら。こんにちは。そう前鉄コンに向けてエクステつけたくて、なんでかって言ったらあのミスターとカレンちゃんが髪の毛を切ってめっちゃシルエット似てる人が3人も今いるわけ。そうそれで被るの嫌だなと思って癖つけようと思って。ってなわけでサクッとメイクしよう。割と時間ないからサクッとメイクしますね。もう別に友達に会うだけなので薄メイクになります。あれだったらいいのよ。外に出れる顔だったらいいから、めちゃくちゃ薄メイクに。色落ちカマだけどカラーありヘアサリーに合ってるし色いいじゃない。いやもうさカラー入れるとさあれが大変、ケアが大変、維持も大変だから、当分入れないと思う。めっちゃストレスだった。髪の毛短かったからやってたけどもうここまで伸びたらよりケア大変だからハイトーンはもうやらんやろね。少なくともさやがアイドルやってる間やらんやろね。なんか役で染めてくださいとか言ったらさ全然染めるんだけど、なんか自分の意思では多分やらんと思うわ。すいません。そういう感じです。結構あの時期せっかくブリーチしたしっつって頑張って何回も色入れてたけどね病院通って。よいしょ。そいや、下地あっちに片付けちゃったっけ。ちょっと待って。
どこやったっけ。よっと。君下地？メイクアップベース。君だ。よいしょ。こんにちは。レイトン教授の新作マジでさ、まださあれなんだけど、前買ったやつまだクリアしてないんだけど、クリアしたら買おうかな。私がクリアする前に新作出ちゃうんだけど、最近全然ゲームやってないから。この前久しぶりにスプラトゥーンやったもん、全然勝てなくなってた。こんにちは。あ、そう、プーさんのね、ここに飾ることにしたんですよ。すぐ落ちちゃうから今カゴに入れてあるんだけど、ちっちゃいプーさんが3体ぐらいあん中にいます。お腹すいたーん。今日なんかまともな食事ちゃんとしてないからめっちゃお腹すいた。なんか昨日食べ過ぎたから今日減らそうと思ってさ、お餅1個とバナナと今プロテイン。やばくない？それお腹すくよね、そんな生活したら。当たり前なのよ、そりゃすくよね。早急にご飯を食べたいところではあるが、集まる時間までまだ全然時間あるから、今プロテインを飲んで耐えてる。人間ね、タンパク質取るとちょっと食欲抑えられるからっていう説を信じて今飲んでんだけど、全然お腹空いてるよね。こんにちは。よし、今日なんか顔面の調子良くない？勝手に今自分でそう思ってるんだけど、みんな的にどう？こんにちは。調子今日いいかなって。めっちゃ可愛い、ありがとう。今日だけじゃなくて最近。え、本当？嬉しい。こんにちは。いつも綺麗だよ。マジみんな優しい、ありがとう。待って、お腹空きすぎて今脳みそがね無回転で何にも話題が思い浮かばなかった。ひどい無言を貫いてしまった。何の話しようかな。でも部屋ずっとなんか最近とっちらかってたんですよ。割ととっちらかり大臣してて、やばいなーみたいな。しかも部屋の散らかりって別に一日で生み出すわけじゃないじゃん。その日々の積み重ねじゃないですか。まあ贅肉と一緒で。だからマジでそのもう何日かかけないと片付かないんだろうなみたいな思ってたんだけど、めっちゃ気合い入れたら一日でだいぶ片付いた。こんにちは。いつかサイリンがいる重力キャンプシー公園行ってみたいです。ああ、ぜひ来てほしい。
ね、たまにこの前みたいにね、土日公演の時もあるから、そういう時にちょっと泊まりがけの遠征みたいなタイミングがあったらいいな。こんにちは。そう、部屋どっちらかし大事にしてたから。気合い入れたら一日で片付いた。こんにちは。なんかちょっと前にさ、さやが断捨離してでっかいなんか 何十リットルの袋に2袋とりあえず捨てましたみたいな言った時、みんな覚えてるかな。覚えてる、もしくは見てくれてたか分かんないですけど、まあ、そういう時があったのね。でっかい袋2袋分のゴミを出すっていう、まあ服とか小物とか。そうそう、今日それがね4袋パンパンにね物を捨てました。今日は主に服なんですけど、もうなんかヨレヨレになった T シャツとかさ、なんか思い出補正で取っといちゃうわけ。そう、でも T シャツめちゃくちゃいっぱいあるから、いやいらんなと思って T シャツめっちゃ捨てました。ヨレヨレの T シャツたちを捨てて、まだほぼ着てない T シャツたちを前方に出しました、クローゼットの中で。なんか私のうち結構収納が少ない部屋、少ないんですよ、うちその構造的に。クローゼットがすごいちっちゃくて収納が結構少ないんですけど、その収納の量に見合わない余剰した量のものがうちには溢れてるんですね。だからまあこう気を抜くととっちらかるんですよ。そう、気を抜いたらとっちらかんの、もう常にパンパンだから。だからそれを解消しようと思って、それを解消しないとまたすぐとっちらかるなと思って、それを解消するためにめっちゃ断捨離しました。そう、今回はその物があまりに多すぎる問題を解決する片付けでした。ついでに模様替えっていう、物捨てるついでに模様替えみたいな感じで進めておりましたのですよ。なので残りのもうラストスパートを皆さんちょっと応援のほどよろしくお願いします。あとちょっと、あとゴミ捨て場にゴミを持っていき、ちょっとまだ一旦出してあるものたちを新たな住所に入れ完成するんです。そう、私の今回の模様替え&部屋片付けは。なので最後までちょっと気を抜かないように皆さん応援よろしくお願いします。今回マジで何回も諦めたかった。ああもうやめたいみたいな。でも今やめたらとんでもなく散らかってるまま部屋掃除が終わるみたいな絶望、これが全部しまいきるまで終わらせられないぞっつって自分を鼓舞しながら頑張ったんです。ここまでやってきたんです。だからちょっと最後まで私が諦めないようにちょっと応援しといてもらって。こんにちは。ちょっと部屋がさ暗い、日が落ちちゃったからこっち向かないと顔の色が見えん。友達に会うだけだから、まあ、死ぬほど適当なメイクしてるわ。いつもだったらもうちょっと時間かけるところすごいサク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 みたいな。まあ一家の時間だわ。サリンが頑張ってるからうちも部屋の掃除頑張ろう。一緒に頑張ろうぜ、一緒に頑張ろうぜ。
こんにちは。さあ今暗い中でメイクしたんですけど大丈夫ですか？大丈夫だ。こんにちは。明日終わったか確認させていただきます。明日のショールームで結果発表させていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ちゃんと部屋片付き部屋片付け最後までいけたかどうか確認明日じゃし配信で結果発表しましょう。こんにちは。いやでも今日マジで家を出発するまでに片付けたいから配信が終わった瞬間にあと残りの片付けブワーイってやってゴミ捨てバババババって言って絶対にそれをしてから部屋を出る。今日夜ご飯から帰ってきて部屋散らかってたら絶対萎えるから。こんにちは。まつげ上がりました。これでアイラインを引いて完成です。別にねファンのみんなに会うわけじゃないから。なんだろうねファンの皆さんに会う時以外のターメイクってなんでこんな雑になっちゃうんだろうね。まあいっかってなっちゃうんだよね。なんかさみんなにはマジで可愛いって思ってもらいたいけどその辺の人あの昔からの友達とかって別にそんなやんね。女の子やし。よいしょ。できた。外出顔面できました。下まつげぐらい塗るか。さすがに雑すぎるな。これぐらいやりましょう。雑すぎてめっちゃ涙袋に黒ついた。削り取っときます。オッケー、できた。ということでちょっと部屋を待って、これゴミ、あれどこにしまおうかな。一旦保留。そしてあれもそこに入れるでしょ。それもそこに片付けるでしょ。でそれはそこにかけてあれも畳んで紙袋ボックスに入れて。おお30分もあったら残り片付くな。ということでじゃあランキング読んで終わりにしたいと思います。これで部屋をパーって片付けてツワーって家を出ます。読みます。13位タカさんありがとうございます。12位クマケンさんありがとうございます。11位オロロさんありがとうございます。10位ズーシミケンスケさんありがとうございます。9位アリサちゃんありがとうございます。8位バイクドーさんありがとうございます。7位ヤスさんありがとうございます。6位ピアノマンさんありがとうございます。5位ナーニャカミヨシさんありがとうございます。4位ケンケンさんありがとうございます。3位トモチさんありがとうございます。2位ワサッピさんありがとうございます。1位はトメさんありがとうございます。ありがとう。あすごい掃除頑張れってすごい掃除の応援してねって言ったからめっちゃ応援してくれてるありがとうございます。ではまた皆さん短い時間でしたがお付き合いありがとうございました。またねー。